はい、今日もエマチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はね、11月26日朝起きたら雪だよね。今ね、朝7時半ぐらいだけどね、五稜郭の近くかな。まあ雪だね。そんなに積もってるわけじゃないけどね。え、いよいよ嫌な季節が来たなって感じ。まあ道路はね大丈夫だけどね、歩道は雪あるな。やっぱな、長靴だなこりゃ。歩道はすごいよね。まあちょっとね、どんな感じかっていう動画なんだけど、いやー本当歩く人はね気をつけてね歩いてもらいたいね、この方ね。まあ、車もね滑ったりするから怖いよね。気をつけないと。静岡のさ、三島ってさ、雪降んないんだよ。まあ俺の出身地ね、降らないんだよね。だからさ、こっちで雪が降ってもさ、なんだろう、その雪かきをする基準、これくらいだと雪かきするとかさ、しないとかさ、そういうのが分かんねえんだよな、感覚がな。そうだからね、分かんないんだよ。分かんねえんだよ。本当にね、これって雪かきするレベルなのって。まあ道路はもちろん必要ないけどさ、歩道ってさ、もしするならこれするレベルなのって分かんないんだよね。分かる人教えてくださいって。本当になかなかいろいろあるね。今ね、五稜郭の方からね、JR のね函館駅の方に向かって走ってるんだけど、まあ、この辺はあれだな、そんなでもねえのかな。ああ、そんな言うほど積もってないね。まあ、日陰と日が当たってるとことちょっと違うけど、なんかそんなに積もってる感じしないな。まあ、道路は全然だね、もうね、全然。これじゃあれだな、普通に。ちょっと気をつけなきゃダメだけど、歩道は全然大丈夫だよね、歩道もね。歩いてる人も普通に歩いてるな。別に、まあでもあれだな、長靴みたいのでないと濡れちゃうんだろうねきっとね。まあ俺はワークマンで買ったね、もうそれ用のやつ履いてるけどさ。てか雪かきしてる人いたないよね。やっぱ歩道は一応雪かきした方がいいんだ。いいのかな、いいのかな、きっとな。よし、とまあいいや。ということで今日はちょっと短いけどね、これで終わりにします。あ、チャンネル登録お願いします。じゃあまた。